経験で言うと、大学時代に得た、これぐらいの回答に対する答え持ってない、スラスラ答えない時点で、めちゃくちゃ微妙だなと思いました。準備してない。ここが強みだと思って。そのってさらけ出して、人がすごく、ギュッていう感じで。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということで、今回は面接動画ということで、豪華なその3名の方に就活生が面接をしていただいて、最終的に一緒に働きたいかどうかを判断していただくという動画になっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、みなみさんから自己紹介をお願いします。はい。世界最速で日経新聞を開設する男という名前で、YouTube 等々やっています、南と申します。本日はよろしくお願いします。はい、サラでございます。去年までサラリーマンでした。で、辞めて独立して今いろんな会社の顧問やったりとか、いろんなところで悪目立ちしてる男でございます株式会社ゴルビー代表の中川明夫です。明夫ブログという名前で YouTube もやっています。今日はよろしくお願いします。ということで、就活の方、簡単に自己紹介お願いします。はい、日本体育大学体育学部健康学科から参りました、細井壮太と申します。現在大学では教育心理学を専攻しておりまして、所属するゼミではゼミ長を務めております。また高校3年生までは約13年間サッカーを続けておりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。事前情報としてですね、細井さんは秋代さんの会社でインターンされてた時もあるっていう。6ヶ月ぐらいですかね。はい、僕ら、コーチングのフィットネスの授業をやってるんですけど、フィットネスが名古屋で会員制ジムを経営してて、そこで6ヶ月インターンしていただいてました。おー、ということでですね、早速面接の方を始めさせていただきたいなと思います。はい、ではまずは何はともあれ自己 PR。 はい、はい、私の強みは、一度立てた目標に対してどんな手を使ってでも達成するという執念です。コロナ禍においてトレーニングジムの長期インターンシップに応募して、一度不採用となるもメッセージを送り続けて採用というものを勝ち取りました。またその長期インターンシップに参加するために単身横浜から名古屋に移住をいたしました。そこで入社後は店舗マネジメント職を担当し、会員数を100人以上増加させるという目標を立てました。それを実現するためにシフト時間以外も睡眠時間以外はずっとジムに座り、会員様と会話を続けました。そこで得た情報を親密度シートというものにまとめて社員に共有することで、スタッフと会員様が共通点を作れるような仕組みというものを作り上げました。その結果、当初の目標であった100人以上の集客というものを達成することができました。ありがとうございます。で、今の PR っていうのは、そうだな、社会人になっても強みになるっていうふうな位置づけで自分では定義してるんですか。はい、必ずこう役に立てるなと認識、自負しております。はい、ありがとうございます。じゃあ聞きますけど、まあ被るかもしれないですけど、学生時代に頑張ったこと、ちょっと被るかもしれないですけど、学生時代に頑張ったことを教えてください。はい、トレーニングジムの長期インターンシップにおいて会員数を100人増加させたこととなります。全国的に知名度も高く、周囲に競合他社が多い中で、どのように差別化を図り集客をするかという点で大変苦労しました。そこで実際に競合他社への立ち入り調査や周辺地域へのポスティング活動といったものを行いまして、トレーニングジム入会希望者の真のニーズというものは、体を大きくすることでも痩せることでもなくて、まずは継続することであると突き止めました。そして継続しやすい雰囲気とは、人と人とのつながりを実感できるジムであるという仮説のもと、接客スタイルの改善や独自イベント、セミナーの開催を行いまして、来るだけで元気をもらえるジムというものを作り上げました。その結果、競合他社にはない人と人とのつながりを武器に差別化を図ることに成功し、会員満足度 90% 以上達成するとともに、100人以上の集客も達成することができました。ありがとうございます。じゃあ質問なんですけれども、そのジムの話でもいいですし、ジム以外の話でもいいんですけど、大学時代、学生時代に一番体験した、一番強烈に印象に残っている挫折経験があれば教えてください。で、その挫折経験をどう乗り越えたのかっていうのも教えてください。はい、挫折経験というと、大学時代にこう得た、大学生特有の自由な時間やお金を有効活用できずに、
ギャンブルに依存してしまったことが挫折経験です。じゃあそれをどう乗り越えましたか。はい、それを乗り越えたこととしては、秋尾さんの YouTube 動画にその時に出会いまして、このままの自分じゃいけないな、変わりたいなっていうことを強く思いました。そこでもう一切そこを断ち切ってから、本を読んだりとか筋トレを始めてみたり、またこうプログラミングや英語っていうものを勉強してみたり、さまざまなこうアクションを取ることで、本当に自分がやりたいことっていうのを見つけることで、それを克服しました。なるほど。この質問をした理由は、今後社会人として、どっか会社に入社しちゃって仕事をした時に挫折って必ずぶつかるんですよ、はい、その挫折にぶつかった時にまた同じことが起きた時に乗り越えられるかなっていうふうに質問してるんですけれども、自分ではどう思いますか。また新しい挫折にぶつかった時に、新しい挫折にぶつかった時は、もしまた壁にぶつかったとしても、新しい方法を探すことで、自分に合った方法というものを探すことで乗り越えることができると考えております。わかりました、ありがとうございます。じゃあ、将来こういうふうになりたいとか、こういう、ビジネスパーソンを目指したいとか、なんかそういうのがありましたか。はい、将来のあり方として、人に影響を与えられる人間になりたいというものがあります、はい、具体的には、はい、具体的には人にポジティブな影響を与えたい、自分を信じられる、そんな影響を与えたいと思っております。なぜかと申しますと、私自身もともとすごくネガティブな人間で、高校生の頃には鬱になるまで心を壊した経験があります。そんな中で、現在は自分の可能性を 100% 心から信じて、自分に自信を持って人生を生きることができています。そんな経験から、もっと自分の可能性を信じれる、そんな人たちを多く増やしたいなというところで、影響力がある人間になりたいという目標があります。なるほど。その当時振り返ってみて、細井さんみたいな人間に会ったとしたら、それもっと早く乗り越えられたと思います。高校生の頃ですごい落ち込んでる時、あ、はい、それで言うと、もっと早くそういう人たちのに出会って、そういった環境に身を置くことで乗り越えられたのと思っております。もし今の自分と同じ人、同じような人が現れたら、きっとその時には乗り越えられただろうなと思える。それは信じられる。はい、おっしゃる通りです。わかりました、はい、ありがとうございます、今後のキャリアのビジョン、もし持ってれば教えてください。はい、キャリアのビジョンとしては、正直具体的に明確なものはありません。ただ自分が成長して、自分を満たすことで人を、ごめんなさい、待ってください、自分を満たすことで人にポジティブな影響を与えられる人間になりたい、そんなキャリアを歩むことが理想です。ありがとうございます。今の思いを過去に今までの人生で、もうすでにそれやってきた体験っていうのを今教えてください。はい、それで言うと、私自身が成長するということは今までやってきた経験があります。ただそれが本当に人の役に立っていたかというと、そこは自信を持って言える経験はありません。ありがとうございます。では、具体的に、組織の中でどういう価値を発揮したかっていうことを聞き、その真意のを聞きたいんですけど、エピソードは何でもいいんですけど、自分が組織の中でこういう立場でこういう価値を発揮したっていうシーンがあれば教えてください。はい、中学校時代のサッカー部の活動の中で、はい、私一人だけサッカー部の活動の中で神奈川県選抜に入ったという経験があります。これは私自身が本当に成長したい、自分を満たしたいという思いだけでずっとこう練習をして、レベルの高い環境に身を置きたいという思いだけで行動してきました。そこにチームに貢献したいとか、チームの底上げを図りたいから自分が神奈川県選抜に入るという思いは正直なくて、自分を満たすために、自分の存在価値を証明するために努力をしてきたという経験はあります。
じゃあその選抜で経験したことをもともと自分がいたチームに帰ってきたときにどういうことを還元したりとか、そのチームが全体が良くなるように何か働きかけたこととかってありますか？はい、それで言うと活動ごとに毎回レポートというのを5枚ほど書きまして、選抜活動で学んだ練習内容や監督から言われたことっていうものをレポートにまとめてチーム全員に共有するということをやっておりました。わかりました。ありがとうございます。はい、ということで、では結果発表という形で手元にある札をせーので上げていただけたらなと思います。せーの。おー、ということで、まず面接の手応えとしてはどうでしたか？手応えとしては全くうまく話せなかったなと思いますし、そこは緊張からっていうのもありますけど、やはり自己分析、自分の思いとかなりたい像っていうものが明確になっていないなっていうのが原因ではあると思います。じゃあ南さんからフィードバックをお願いします。先に改善すべき点を言って、その次にいいところを言います。先に改善すべき点は、まず最初入りの部分で、ずっと下向いちゃってたんですよね。でそれはもう明らかに緊張しちゃって場数が慣れてないってことなので、最初に目標達成って話をした上で、目標達成ってことは準備が必要なんですね。だからこれ準備してないなっていうふうになっちゃったの。なんで一発目から僕はちょっとかなり印象が悪かったので、最初から人の目を見ると緊張しちゃうので、僕がよくやってるのは鼻を見ること。だから鼻を見て話すといいと思います。はい、じゃあ次いいところで言うと、弱みをさらけ出したところがすごく良くて、例えばギャンブル依存症のこととかだったり、自分はネガティブな人間でしただったりっていうことが、もう本当に正直にさらけ出してるところがすごく信用できるなと思ったんですよね。そこはもう僕自身も心をグイッと掴まれた部分もあるので、弱みをさらけ出すってことは今後も絶対に就活でもそうだし、就活以外の面でもやった方がいい、もっともっと良くなる素質があると思いますので応援してます。はい、ありがとうございます。これ一緒に働きたいかどうかの合否っていうことだったので、なんでバズ出したの？僕一人で働くの好きってそんだけの理由で、自己開示ってめっちゃ大事なんですよね。はい、で自己開示は具体的であればあるほどいい。でさっきのギャンブル依存症の話だったりとか、自分がネガティブだったっていうのも、これ自分 の弱みを見せるっていう、ちょっと開示っていうのが非常にいいんですよ。面接してる時に何回も詰まったじゃないですか。これなんで詰まったかって自分で説明できますか？私の認識としては自己分析が純粋に足りていなくて、言語化できていないなっていうのがあります。もちろんそこからもう一歩進むと何かというと、正しいことを言わなきゃ、正解を言わなきゃって思っちゃってるから、それを探し始めてですね、ぶっちゃけね、適当に喋っちゃった方がいいんですよ。で、はい、その時にやればいいのが、自分のファクトを、それが自己分析っていうところに具体的には繋がってくるんですけど、で事実を語るっていうことに関しては、もう他の人は疑問の差し合わせも余地がないので、私の経験から言うとっていうふうに言うと、これ非常に説得力がある。はい、で一個罠があって、ゴールキーパーというものはっていうのを主語にした途端にフルボッコンされたんですよ。だから私はっていうふうに言って、私がゴールキーパーを通じて見た世界としてはっていうふうに言うと、全部これパソコンになるんで、はい、そうすると詰まることないし、何に突っ込まれても突っ張れられるんで、だそういうふうにやるといいかなと。はい、ありがとうございます。はい、3つあります。1個が、今日ここで問われた問いぐらいに対する回答はもう持っておくべきで、はい、これぐらいの回答に対する答え持ってない、すらすら答えない時点でもうめちゃくちゃ微妙だなと思いました。準備してない、就活するんだったら徹底的に準備すべきだと。でもう一個が、まあ、こいつは何がすごいのか、こいつ何ができるやつなんだっていうところがすごいぼやっとしてて分かりづらかった。なのでもっと具体的に数字でもっとバチッとインパクトのある話をしてほしい。はい、で3つ目が、まあ、僕言いたいのは一番ここなんですけど、僕は半年間プライムのことを知ってるんですけど、普段もうちょっとふざけてもう一発ギャグしまくる感じじゃないですか。はい、でそのもっと人懐っこいんですよね。なるほど。でそこの人間味みたいなところが僕はすごく魅力で、もっとさらけ出してもっと人懐っこく、もっとギュッっていう感じでコミュニケーション取れるといいなと思いました。ありがとうございます。その普段の様子を出すにはやっぱり慣れるしかないんですかね。そう思います。まあ、バカズームっていうのと、まあ、準備するっていうところですね。何来ても答えれる状態をまず作るっていうのはまず最低限できることなんで、まあ、自己分析も重要なんだけど、格闘技はどうかな？あ、ないです。怖いって何かってことです？自分に自信がないから生まれてくる感情だと思います。って思うじゃない。実際にはなんで自信がないって思うかっていうと、知らないから。相手のことを知らないっていうのは実は恐怖の源泉なんですね。で格闘技で怖いのって、こいつは何の技が得意なんだって分かんない状態で戦うのが一番怖いんです。確かに。なので格闘技において強いのは身体能力でも技の速さでもなくて情報力なんですよ。
はい、相手のことを相手よりもよく知っているっていうことは圧倒的有利になるんですね。なので実は情報量っていうのは全てってなってくるんですね。相手の出してくる技これだってなったらそれのブロックさえできれば無傷ですの でそれを知っておくっていうのはすごい大事なんです。で、はい、自分のことばっかり考えてるとこれだったら無敵だろうと思ったら一発で相手に弱点見破られてやられちゃうこともあるんで、なので相手はこんなことを聞いてくるだろうなっていうので武装しておくと大体安心で、その時の必殺技が何かっていうと自分を主語にした自分のストーリーなんです。そしたら相手はそれは防御絶対できないので、そういうふうに覚えておいていいかな。はい、ありがとうございます。なんか自分だけのストーリーだと比べることができないですね。そうそういうことそう、ということで最後に面接を受けた感想をいただけたらなと思います。私のそもそもの準備不足という点の一番欠点の弱点が見えたので本当にありがたい、ご指摘をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで次回の動画では実際細井さんが悩んでいることをちょっと皆さんにお相談という形でさせていただければなと思ってます。ということで皆さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくのでよかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。